ホニアラは、ソロモン諸島の首都であり、分割統治されているが、ガダルカナル州の首都でもある。1999年の人口は4万9107人、2003年は5万4600人であった。ホニアラは、ガダルカナル島に位置する。第二次世界大戦前までは、ツラギ島が首都であった。ホニアラは実際は誤って付けられた名称である。英国人植民地主義者たちは、 北部ガダルカナルの言語での旧来の地域名、ナゴニアラを発音することが困難であった。ナゴニアラは風の全面を意味する。ホーニアラはガダルカナル島の北海岸に位置し、ポイントクルズに港を有している。気候は熱帯性で、日中の平均気温は約摂氏28度、水温は26摂氏29度である。顕著な雨期は11月から4月の間である。 年間平均降水量は約2000ミリメートルで、ソロモン諸島全体の平均である3000ミリメートルより幾分少なめである。町から10キロメートル離れた場所にコニアラ国際空港がある。産業としてはいくつかの飲料、クッキー工場がある。主要な輸出品は材木、ココナッツ、コプラ及び魚である。最も重要な貿易相手国はマレーシア。 日本、台湾である。ガダルカナル島の戦いの記念碑ホニアラは、ソロモン諸島のツーリズムの拠点である。国の観光事務所である、ソロモン諸島ビジタービュローは、ホニアラの主要通りである、メンダナ通りに位置している。ホニアラから、様々な州に向かうフェリーが出港する港がある。ホニアラ国際空港には、ブリスベン、ナンディ、ポートモレスビーからの国際直行便が乗り入れている。 ありがとうございます。